こうすることによってトーシューズの先がめくれることがないのと、なんといっても安定感が増すので回りやすい、バランスが取りやすい。はい、どうもマリーシカチャンネルようこそ。今日はトーシューズの先の部分、トーシューズはこうやって足を突っ込んでこういう風にして立つので、つま先の部分ですね、この縫い方を説明していきたいと思います。トーシューズを購入した時はこんな感じです。何もないツルツルな感じです。それを私は糸で縫ってこういう風にしています。こうすることによってトーシューズの先がめくれることがないのと、なんといっても安定感が増すので回りやすい、バランスが取りやすい、とりあえずいいこと尽くしなので、私は頑張って縫って、これ糸一つでこんな風にしてます、やってるので、このやり方を説明していきます。では早速、必要なものは太めの針と糸。私は糸、このチャコットのポリエステル 100% の糸を使っているのですが、この糸とハサミ、これでできます。そして糸を長めに取ります。2本取りです。しっかり頑丈にしないとダメなので2本取りです。ではこう先がありますね、この円形外部分を取っていきます。まず中から外にこう刺します。そしたらこの隣1センチぐらいのところにもう一回、結構硬いです、中から外へ取って刺すときにこの糸をかけます。そして抜きます。刺繍みたいな感じです。とにかく硬い。そしたらまた糸をこっちにやっといて、1センチぐらい間隔を空けて針を刺したら糸をかけて抜きます。この繰り返しでこのまま一周やります。硬い、見えますか、ね、トーシューズと糸がちょっと同じ色なのが見えにくいのがすみません。なんですが、このままこれで一周していきたいと思います。これで一周終わりました。見えますか、一周できました。そしたら次はここから、さっきは外から中だったんですが、中から外に同じことをしていきます。トーシューズを持ち替えて、さっき取っていた間のところですね、間のところに中から外に刺して糸を針にかけて針を抜く。これを一周していきます。もうとにかくトーシューズは硬いです。私はグリシコのマイヤーワンプロを履いてるんですが、それでも硬いです。ゲイナーの方とかは多分針じゃどうにもならないと思います。まあ、グリシコなんで、とりあえず、グリシコはトーシューズの中でも柔らかい方なんですけど、それでも硬いです。よいしょ、これ見えますか。最初は外から中をしていたのを、次は中から外に同じく縫って、これを一周していきます。よし、一周縫えました。これだけでもだいぶ違います。なのでまず最初は、まあこの外の部分だけ縫ってみて試してみるのもいいと思います。これだけでもかなり安定感が増します。私はこの内側も縫っていきます。では今から中側の縫い方の説明をしていきます。もう同じくこう刺したら針に糸をかけて、そのまま針を抜きます。もう基本この繰り返し作業です。そしたらお隣のところも刺したら針に糸をかけて抜きます。よし、一列できたら、そしたら隣のところに針を刺して、ここで
ったら次は2列目、最初右から左でしたの次は左から右、これの繰り返し作業です。2列目は1列目の時のこの針のところを刺してなので別に布まですくう必要はないです。2列目からはなので軽くなります。この糸だけをすくって、まあ、ちょっと布をすくっちゃうかもしれないですけど、まあ、それは構わないです。どっちでも糸だけをすくってこうだいぶ軽くなります。作業はまあ、時々ちょっと布まですくった方が安定はしますが、全部そうしなくてもいいのでかなり楽です。こう糸かけるの忘れてた。糸かけてこれがで最後横の時はしっかり布まですくって、布まですくうのがとても硬いんですよ。布まですくってよし。そしたら2列目のこの糸のところがあるので基本があるのでここのところ糸にかけて、針に糸をかけて糸のところにでかけて、で今これ4列ぐらいできたんですが、そうすると糸が残り短くなったので私は玉留めします。糸を短くなりかけたらこの横右か左どっちでもいいんですけど、横で玉留めするようにしてください。この真ん中ら辺で途中で玉留めすると立った時にボコってなって平らじゃなくなるので、糸を変える時は絶対この端っこでするようにしてください。また新しく糸を2本取りで取ったので、このさっき玉留めしたところから始めていきます。もうとにかくこの中まで縫おうと思うと糸の消費量がすごいです。でもトーシューズの先は向けないし絶対に、あと踊る時の安定感がもう全然違うので、毎回毎回この縫う手間と糸の消費はすごいけれどやってます。ではまた5列目も始めていきます。よし、最後まで縫い終わりました。なので最後ここで玉留めをして終わりです。よし、これで両足できました。このトーシューズの先の縫い方がすごいと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。